高峰美恵子は、日本の女優、歌手。歌う映画スターの草分け的存在。父は、筑前琵琶演奏者の高峰筑風。孫は、元女優の高峰明。1936年1918年12月2日、東京府芝区老月町に生まれる。ジップ、高峰筑風は、独立して、広報流筑前琵琶の宗家となった。 東洋映画音楽院を卒業した1936年に、祝風が休止。一家を養うために、周囲の勧めもあり、映画界入りを決意。帝国劇場の専務の紹介で松竹に入社し、同年に公開された大船映画、母を訪ねてで、女優としてデビューした。立地的で気品のある美貌はたちまち人気を集め、翌年、小サ三バガラスと呼ばれた、上原健保。 佐野修司・サブリシンを相手に、マドンナ役を演じた、婚約サンダガラスが公開。同じ1937年の年末に公開された、浜本博士の小説を映画化した、浅草の明かりで演じた、浅草オペラの踊り子役で、歌を口ずさむシーンが話題となり、コロンビアが、レコード歌手としてスカウト。翌13年、映画、ホタルの光の主題歌、ホタルの光を、 クワノミチコ、高杉さなえと吹き込み、レコードデビュー。続いて映画、酔い町草主題歌の、酔い町草がヒット。これに気を良くした松竹とコロンビアは合同で、音楽映画、純情二重奏を制作し、映画と並び霧島昇と歌った、主題歌が、大ヒットすると、歌う、映画女優と言われた。<laughs> 1943年には大東和会議で、 各国代表の前で歌っている。映画における活躍も続き、1939年、吉村幸三郎監督による、乱流で気取らない名門の霊場役をこなし、女優としての知名度をさらに高めた作品となった。信子、戸田家の兄弟、男への条件、光源の月と主演映画はいずれもヒット作品となり、松竹の看板スターとなっていった。一方、 レコード歌手としても1940年には、湖畔の宿、17年には、南の花嫁さんを映画とは、無関係に、ヒットさせている。1946年10月には8歳年上の、実業家、鈴木武之と結婚し、一式おったかを設ける。戦後は、レコード歌手としての実績を生かした、音楽映画を、シリーズ化した作品、懐かしのブルース、別れの単語。 思い出のボレロ、情熱のルムバが主題歌と共にヒット。街うけの女では、女優としての新しい一面に挑戦し、今ひとたびの、リラの花忘れ字、自由学校など、作品にも恵まれて、第一線の女優として、人気を誇った。私生活では1954年に離婚。その際の様々な新郎から1956年に、 声帯が凹むという奇病にかかり、ステージで声が出なくなったことをきっかけに、歌手活動から遠ざかった。女優としても年齢に相応な役柄が多くなって、きたが、天と、戦・工人工実など、小畜以外の大英や東英にも出演し、その存在感を示している。1966年、11年ぶりに、公の場で歌ったところ声が戻っていることがわかり、 藤山一郎や服部良一らの勧めもあって、東京12チャンネルのテレビ番組、火曜100年に出演し大反響となった。高峰美恵子カムバックと報道されるほどの人気となり、1967年には、自身のヒット曲を、ステレオで再録音した LP を発売し、30万枚以上を売り上げる。また、テレビ時代に合わせ、1968年から女優を、 起用する初めての試みであった三時のあなたの司会に就任。広報の落ち着いた司会ぶりと気さくな人柄が好評で当初の予定を大幅に延長し1973年5月まで5年に1ヶ月司会を務める。その間にマレーネディ・トリヒの章を見たことが同期となって1969年日生劇場で高峰・ミエコリサイタルを開催。 芸能生活35年を記念したリサイタルも1972年に行い、1975年、1983年、1986年には、全国縦断リサイタルで往年のファンの要望に応えた。1976年には、犬神家の一族での演技が高く評価され、第19回ブルーリボン賞女演女優賞を受賞。女優として、 初めて栄誉に良くした。1981年からは、懐かしのブルースなど多くの映画で共演した、上原健と共に、国鉄のフルムーンの CM に出演、夫役の上原と二人で温泉で入浴し放ンな、乳房を露出するシーンが話題となった。1985年に、死守法賞を受賞し、同年10月30日の演誘会に招待される。 1986年12月、岐阜県明智町に開設された日本大正村初代村長に就任。平成時代に入っても新宿駒劇場でリサイタルを開いたり、テレビのバラエティ番組に出演するなど活発に活動していた。しかし、1990年4月18日に田園調布の自宅で脳梗塞のため倒れて、 世田谷区の日産厚生病院に緊急入院した。意識は混濁し、左半身は完全に麻痺状態だった。その後一時は意識が回復し生命の危機を脱したという報道もあった。だが入院から約1ヶ月後の5月25日に容体が再び急変し、5月27日に死去した。71歳没。意識が絶える瞬間まで、 早く、仕事に戻りたいと繰り返していたという。広報なその死は、当時大きく取り上げられ、テレビでも多数の追悼番組が放送された。没後、君四等法官奏が追贈された。現在は、孫の日も取締役に名を連ねる広報プロモーションが、判件及び肖像権等の管理、許諾をしている。1953年1954年10月24日。 京都市、他多数、ありがとうございます。